お会計4000ですか。わかりました。 LINE で友達になると毎月クーポンが届く。お前らにそんな価値があると思わない。東大の方からお断りだ。よう、弁護士の桜木健二だ。今から二人なんだが入れるか。入れない。そんな店東大の方からお断りだ。あ、すいません。あの、このハンバーグステーキをこの A セットで、ライスかパンか選べる。ライスにするかパンにするかはお前が決めろ。あ、すいません。あの、この炊飯器なんですけど、これもうちょっと安くなったりしませんか。絶対1万円。こいつにそんな価値があるとは思わない。こっちからお断りだ。今日が一泊で予約した阿部です。1万円お越し。夕飯が19時か20時か選べる。夕飯を19時にするか20時にするかお前が決めろ。美味しかったね。今日は来てくれてありがとう。あ、お会計8000円だって。じゃあここは俺がと言いたいところだが、お前らにそんな価値があるとは思えない。全額払え。ただいま。お、カレー。水を入れすぎた。水を入れすぎてカレーを別の言葉で言い換えるとは。惜しい。バシャバシャだ。お疲れ様です、社長。話してなんですか。あ、先日私が商談をすっぽかしてから1億の損害。クビだが、受験に成功すれば一流大学に入れ、人生仕切り直せるんだ。アイスコーヒーお待たせいたしました。根本的に変えようと思ったら現状を受け入れるな。アイスコーヒーはこぼれてない。すいませんでした。3番クソ。20万負けだ。根本的に変えようと思ったら現状を受け入れるな。焼肉に行こう。風邪っぽいですね。なんで喉の痛みを抑える薬と抗生物質出してきますんで、朝晩2回飲んでください。あと、なぜ社会がこうなってるのか、誰がどんな意図でこの仕組みを作ったのか、本質を見抜き自分なりの答えを出す力をつけろ。焼けましたらお皿に盛り付けてってください。そして、最後に鍋で作っておいたソースをかけまして、クレソンを乗せて、最後に、なぜ社会がこうなっているのか、誰がどんな人でこの仕組みを作ったのか、本質を見抜き自分なりの答えを出す力をつけろ。すいません、この服なんですけど、ちょっと大きいですかね。ワンサイズ小さい方がいい。そう思うなら、そういう世界をお前が作ればいい。研究者になればできるかもな。
次の社員旅行なんだが、熱海に行こうと思う。草津がいい。そう思うなら、そういう世界をお前が作ればいい。箱根、箱根に行く未来を作ればいい。軽いぞ。研究者になればできるんだ。ただいま。冷蔵庫のキャベツが腐ってた。虫が置いてた。いや、それはでも、キャベツを腐らせたら邪魔なのか。だったら人間の都合で簡単に殺される虫も害なのか。関係ないか、ごめん。